小さな体でなかなかやるものね。貴様こそ無駄な肉が邪魔で戦いづらそうだが、思ったよりもやる。あらあら、私は必要最小限よ。そうは見えんがな。やめた。は？だって、おちびちゃんの攻撃、痛いんだもの。あ、もう。その上、汗かいちゃって気持ち悪い。シャワー浴びたよ。私、帰りたいんだけど。私たちはここでは会わなかった。そういうことにしない？信じられるか？あらあら、こっちは応援を呼ぼうと思えばいつでも呼べたのよ。それに言ったでしょ？私、今のやり方が気に入らない。だろう。ならばもう私の目の前に現れるな。はいはい。じゃあ私はことこさんの様子を見に山下ふ頭の倉庫に行くからね。ことこさんはあそこにはいない。山下ふ頭の倉庫にいるらしい。誰に？仕方がないな。
社の悪事の証拠のオンパレードです。そんなものどうしたの？調子に乗るな。それは旦那がくれたものだろうに。なるほどです。伊達さんはACC のガードマンをやってますから。それはもう知ってますよ。京一郎くんがうちの仕事を請け負うようになる前は、うちの仕事は伊達さんがやっていたんですから。さて話を戻しますが、琴子さんはやっぱり山下埠頭にある ACC 所有の倉庫に閉じ込められているらしいです。そこで自白剤と催眠術を使って婚約の正式発表までに操り人形にするつもりらしいです。が言う通り本当に危ないんだよ。だから我慢して、お願いだから。そんなのずるいよ。子供じゃないもん。ああ、こういうものは夜襲が基本だからな。奴らはきっと明日の夜だと思っているだろう。まさか連戦で私たちが侵入はするまいとな。
京一郎、あれだ。あれが ACC の倉庫だ。バカ、巡回警備ならともかく、見える位置に見張りなんか立てたら何かやっていますって言ってるようなものだろう。正面突破だ。奇策ばかり練っても逆に失敗する。準備の時間がないからだ。それに倉庫内の図面があるわけでもないだろう。バレていたか。さあな、自分でもわからん。多分慣れているからだろう。簡単だ。お前も銃で反撃しろ。持っているだろ、ワルサー PPK を。本物とこっそり入れ替えておいた。いいから撃て。プラス1発、つまりあと7発だ。無駄玉は撃つなよ。待ちたまえ、スタガーラ。
よう。ユウたちのプランが何かは知らない。だが、ミーのプランの前にユウたちのプランな。ノンノン、それはできない。ミーのプランにコトコ城は不可欠だからね。なら力ずくで奪い返すまでだ。ああ、これは面倒な構図だ。だって、こんなことになったのも君のせいだぞ。君が本社で相良たちを仕留めないから。ああ、まったくもってナンセンス。マイシスターって何をやっているのか。すまんな。ああ見えて京一郎はなかなかの手だれでな。俺としたことが取り逃してしまったよ。サガーラ、ユウの相手はこの僕が務めよう。サガーラ、なぜ撃ってこない？それは楽しみだ。